ノクさん、シークレット動画ありがとうございました。いや、私はね、この動画ね、非常に嬉しいというかね、いや、さすがノクさんだなと思って聞いていましたね。あの、当然といえば当然のことなんですけども、あの、例の会社ね、あの、 J って会社と私たちはどういう関係だったのかってことなんですよ。これは事業参加ですから、別にお客さんでもなければね、何でもないわけですよ。社員でもないですしね。ですんで、その J っていう会社のこうスキームにね、私たちはどういう形で参加したかというと、 J っていう会社のポイントを買ってるんですよ。ポイントを買って、その買ったポイントを化粧品なりサービスの一環として現金なりに変えることができるよっていう形だったんですよ。で、現在その現金に変えることはできないけども、商品は買うことができるんですよね。まあ、ですので、例えて言えばスーパーに商品がいっぱい並んでいて定期購入をしていたと。でも今日キャベツがこれからうちの会社では取引できませんよっていうふうに言われただけなんですよ。まあ、ですんでね、レタスを買うなりピーマンを買うなりすればいいわけなんですよね。で、もしそれでもどうしてもキャベツが欲しいんだっていうことでしたら、他の野菜を買ってその野菜をどっかに売ってお金を作って、そのお金で別の会社でキャベツを買うってことができるんですよね。ちょっと手間がかかりますけども、で、それをもってですね、やっぱ訴えてしまうと何が起きるかっていうとね、やっぱこういろんな商品の納入先にも迷惑がかかってしまって、結局全体としてものすごく動きが滞って、それこそね、サービスの停止とか会社の停止ってことになってしまえば、その会社で復活を願っているね、一会員様、取引先様も巻き添えにして全滅してしまうってことになるんですよ。まあ、だからね、そのビジネスも投資も理解してない人がビジネスや投資に参加すると、その人が損するだけではなくって、その市場そのものが、ありがとう、壊れてしまうこともあるんですよね。だからね、そのちんぷんかんぷんな人が契約書をね、そのしっかり見ずにサインするってことの危うさとか、結局稼げない人っていうのはその思考なんだろうなと思いますよね。で、ノクさんが考えたことってのは全くもろってその通りで、あの、特にね、その会社が危機の時に、自分の参加してる事業が危機の時に、じゃあ何をしたのかってことなんですよね。その会社の製品を売ることによって財政的に支えていくとかね、俺の金はどうなってるんですかみたいなね、私の金はどうなるんですかみたいなね、なんだそりゃと思いますよ、私はね。あの、かつて暗号通貨のコインチェックってところがNEM の、あの、盗難騒動によってあった時に取引を一時停止したんですよね。その時にそこに預けていた、そのなんですかね、投資家さんっていうのかな、暗号通貨をコインチェックで買った人がもうね、自分の金がどうなるのかってことね、もう狼狽して、もう見にくかったね、私は。私もコインチェックに当時100万円ほどですけども、その入金したんですよね。で、当然いろんな暗号通貨買ってたんですけども、私の場合はすぐにね、いや、こんなうろたえるなと、このお金はもうね、何、コインチェックの経費とか他の人の弁済とか追跡調査費に使ってもらっていいから、俺はもう金いらないから、だから、まあ、暗号通貨とか投資ってこんなもんだよねっていうふうなことを盛んにお話ししたと思うんですよ。あの、これは私の根底にある考え方なんですけども、結局何でダメージを負ってもね、うろたえるなってことなんですよ。それも込みでやってるわけですから。それこそ旅に出ればね、怪我をするリスクあるわけですよ。飯を食えば食中毒になるリスクあるわけですよ。それを覚悟して私たちは一瞬一瞬全力で生きていくわけですよね。だから自分のお金がね、100万200万当てにしたお金がもしね、失われたとしたんだったら、それ以上に稼げばいい話なんですよ。ギャーギャー言って訴訟したところで余計に時間やお金がかかって、訴訟に至らないと考えてた人まで、好むと好まざらずに関わらず、そこに巻き込まれてね、結局めちゃくちゃになるわけですよね。だからそういうね、人がね、どんどん市場から撤退してもらいたいんですけども、立ちが悪いことにこういうふうなね、よく分かってない人ってどっかからかまたお金を作ってね、またね、投げ銭するんですよ。ちょっとは学んでほしいなと思いますよね。やっぱ30、40になってお金のことが理解できてないというのは本当に人を傷つけるものだと思いますので、私もね、これからもっともっとお金の情報発信強めていかないといけないですし、たまにはね、お金の厳しさとか怖さっていうのも吸い込んでいかないといけないかなと思いますよね。私は少なからず
借金をした時期がありました、まあ、3000万以上の借金だったんですけども、それも一発で返済できたのはやっぱりお金のことをね、誰よりも考えて誰よりも1円を大事にしてきたからだと思うんですよ。そして小さなお金といえども侮らず、これさっき言ったよね、最近はエアコンが喋るんですよね、ナイトライダーみたいですね、おいきっとっていう感じでね、どんなに少ない金額も侮らずに、どんな大きな金額にもビビらずにやっていかないとお金は扱えないかなと思っております。で現在ね、体の枝でステーキング報酬しっかりいただいてますけども、これすらも私は歌方で、これに頼らずにもっとね、自力で毎日どうやったら今日5万円作れるかな、どうやったら今日10万円作れるかな、こういうところにね、いつもフォーカスしてますね、うん、だから結局自動的に入ってくるお金に依存したら、もうこれでね、思考停止になって終わりになっちゃうのかなと思います。常にね、ノクさんと同じように、このあ、この神サプライズでなんとかできないかなとかね、全てのことをチャンスに生かしていく、そんな精神を失いたくないなと思いますね。多分これが結果的にね、お金を残せる人と残せない人の差なんじゃないかなと思います。ノクさんも私と似たような暮らしをしてると思いますんで、本当に共感するところ多いなと思います、うん、あの時体のにもしね、あのお金を割いてなかったら多分今の暮らしはないと思いますし、もしかしたら全てのことに否定的になったかもしれません。挑戦したら失敗して、挑戦しなかったことがうまくいってみたいなねなんで自分の引かなかったくじが当たるんだよみたいなねそんなことになったかもしれないですね。でもやっぱり、ね、手を打つことですよね。たくさん手を打っていくこと、しかもその一つ一つが百発百中じゃないっていうことを覚悟しながら、うん、まあいつも探求しながら、くじけずに、ふてくされずにやっていくことかなと思います。全ては自分の決断で起こしたことですから、どんな結果も自分がもたらしたことだと思うこと、いいことも悪いこともね、まあ、そういうふうに思いながら動画を見させてもらいました。本当にね、今回ありがとうございました。まあ具体的な内容はね、一般公開動画なんで言わなかったんですけどもまたこれについてね、お会いしてお話できれば幸いでございます。コンシェルジュサービスの方も多分ね、ノクさんのセンスすごく光ってるんじゃないかなと思いましたね、うん、またお話聞かせてもらいます。ありがとうございました。